優勝もしてますし、もう台湾では人気者なんです。先ほどはたまたま私本人の不思議なんですけど、本当は山内が来なあかんです。今3連勝してるんですよ、優勝。今、あの赤いのできてるから。はい、はい、彼女はね、あの赤ちゃんまだできたところなんですよ。4ヶ月の赤ちゃん、ちゃんと言えるんです。素晴らしい。この間はアルミアンというところで、あのちょっとまだあんまり浸透されてませんけど、あげたり試合があってます。それが吉野最高の賞金だったんですけど、100万円です。彼女はすっと取りました。で今日も目当てなんですよ。やってください。これからも